で、ああいう木の中とか行くんだよ。あ、すごくない？ちょっと後で見せてあげるね。どうなるとか。それで通訳になっちゃう。元も来ないね。オフになってて。うん、今、最大高度が30メートルになってるけど、うんうん、この状態で今飛ばすね。はい、で今これさ、だから写真バシャバシャ撮っといて。これテザリングしない。これあの動画撮ってる。毎回テザリングしないからね。じゃあこれで撮って。じゃあ離陸するね。はい、じゃあ周辺確認して。はい、離陸します。すごい静かになりましたね、スリね、怖いでしょ、シビアで。自分ではさ、そんなつもりじゃないんだけど、ピュッていっちゃうから、ね、でも、みゆちゃんが飛ばすんだったら、多分いけるかな。多分、楽勝かな。プロペラ音がすごい静かになりましたね。静かになりました、はい。より静かで、あと強風でも飛びましたね。プロペラ音なんだろうか、モーター音なんだろうか。あ、でもなんかね、威圧感はなくなりました、ね。ちょっとね、はい、静かです。優しく、はいはい。その辺は社会的な課題だったのかな。真っ黒ね。そうかもしれない。でね、徳之島でね、7キロ飛んだ。はい、どうぞ。7キロ飛ばした。じゃあ右行こう。はい、右行きます。ね、やっぱりシビアでしょ。ああ、本当よ。ちょっと気抜くと、ふわって、はい、こう、ヒュッてなるんだよね。あ、そうだね、そうだね。あ、止まるのもまた嫌だよね。あの、カクンってなるもんね。そうなんだよな。止まるの難しいもんね。でも、みゆちゃんでもあんまカクンとなんないよね。一定にしてるなと思ったら、あ、なるほど。そう、それはあるね。それはあるね。もういいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。完璧じゃない。ルーターも動くってこと。オッケーオッケー、いいんじゃない。じゃあ次、はい、対面にして、はい、対面にして操作してみようか。対面になった途端難しくなるから。ラダーはまあゆっくりだね、はい、ラダーはそんな敏感じゃないんだもんね。そうです、うん、じわーっとしますね。じわーっとくるよね、はい、じわーっとします。エルロンとかエレベーターかかってなるよね。はい、うん、じわーっとね。素晴らしい素晴らしい。それが分かるのがやっぱね。いや本当はあの繊細な操作って本当難しいんですよ。本当にみんな簡単に思ってるけど本当できないから。これでまっすぐですか。まっすぐだよ。いきます。じゃあこれで右に行こう。右ね。右、はい、進行方向に向かって言ってるからね。はい、分かりました。こ右ってこっちじゃないからね。こっちだから、はい、機種方向で。あれ左でした。うん、右右右右ですよね。そう、右に倒す。スティックを右。もう右って言ったら右に倒す。あ、わかりました。そしたらもう間違いない。はい。エルロンを右。そう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 。進行方向に対して必ず右、左、前進、後進。
でそれを間違えるとこっちに見たときにさ、左じゃない、左ってスティック打っちゃう。そうするとあっち行っちゃう。それで壁とかにぶつかっちゃう。だ必ず進行方向に向かって。あとね、今後一人で飛ばすんじゃなく、監視員つくときあるの。監視員つくとき揉めるの。監視員が向こうに立ってたりしてさ、こっち向いてるじゃん。そしたら右左逆に言ったりする。それでパイロットに右とか言われると、え、右っつって間違ってスティック打つとガーンとぶつかっちゃう。スケッチ、そうそうそう、バスケット、そうだ、スケットもシュート打ってる人と、うん、あの違うのと右左反対なんですね、うん、で反対のこと言うでしょ、はい、たまに右とか左サイドとかいきなり言うでしょ。そうそうそう、本当にそう、うん、であれ反対だよってなって、うん、分からなくなる。そうそうそう、美味しいでしょ、はい、機体から見て右左っていう、機体のね、向き、向きでね、機種、機種、あ、機種から見て右か左、右左前後、もう統一するわけですね。そうそう、統一して、あ、いいよ、左左ね、はい、でこの時に左って言えばさ、はい、左にスティック倒すだけだから、はい、そしたら間違いないじゃん。あ、でも今バックした、うん、今ねバック触った、バック触った、はい、しました、もうちょっと前進しよう、はい、あ、ちょっと待って、上昇しよう、はい、これね、違う、風じゃないんだ、これね、あのパイロンあるパイロン、あのパイロンを障害物だと感知して、これちょっと、そうそう、ちょっと見てて、これ今前進させるよ、ほら、ほら、ゆっくり、まっすぐ、なるほど、あれにぶつけようとして、例えばこれも、ほら、これ避けた、変な動きするでしょ、これ自動で避けた。例えばあの木ちょっと見てください、あの木、お、自動で避けてる、あ、ほんとだ、おおおおおおお、ちょっと待って、ちょっとやばいね、勝手に、僕は何も操作してる、これ倒してるから、バックしてるから、あ、でもピーピー言ってます、で全部感知してこれを、こういう機能がついてる。1メートル、ね、全部360度 円形で休憩か、でこれもう一回見てて、これ俺全身だけだからね、うん、全身、あ、じゃあちょっと木に当たるコースいくか、わざとここだね、木に当たるコース、これ全身するよ、前に倒すよ、あの音で感知してる。だからこうやって360度感知して、今上上がってるって言うけど、これ勝手に上昇してる。だからこうやって自動で常に安全なの、そうそうそう、ただあくまでさ自動の判断だから、そうだ、勝手に上昇したりする。だから俺はこれ空撮でやるときはセンサーです。そうしないと勝手に反応して上昇とかしたら画角が狂っちゃう。そう、それで動いたね。じゃあこの時代左左に対象する。はい。エルロンを左。いいね。あ、ラダ入った。あ、ラダ入った。難しい。ラダーを右に修正しよう、はい、ラダーを右に修正して、はい、でこれでエルロン、はい、エルロンの左に倒す、反応したい、すごいです、反応がさ、もうちょっとゆっくり反応してくれるじゃないですか、ビガンって動くから一瞬びっくりするんだよ、勝手に動くから。でもそれぐらいさ感知してるんだよ、 あれぐらいだから人には当たらないよ、うん、そうですね。ただそのセンサーを信じ切ってやると事故、ダメですね、もうちょっと上がっていいですか。あ、いいよ、上がっていいよ、はい、上昇しよう、はい、よいしょ、そうそうそう、そこら辺で、はい、え、他にも行かない、多分ね、2メーターぐらいで感じそうだ、あのパイロンがさ、ちょっと大きいんだよ、 あれがもうちょっと小さいといいな、うん、でもすごいよね、ただカメラで見てるから暗いところとか困ってる人は多分カメラが感知しない可能性がある。雪の中は感知しない。1月の、ね、2日に雪の中それで飛ばしたんだけど反応しなかった。 OK、 じゃあ鮮明に戻そう、はい、シビアでしょやっぱり、はい、でもインスパイア経験したから僕はでもこっちの好みなんですよね。好きでしょ、はい、鮮
めにしてみよう。はい。はい、OK。じゃあ交代します。まっすぐ。向こうに垂直。まっすぐ垂直。逆。右。右に40度。まっすぐ。OK。そう。はい。はい、じゃあ交代します。はい。はい、お願いします。あれ、なんかラグ少なそう。ああ。じゃあ一回下ろします。そうですね。なんか、これ例えばさ、人にどうなるか、ここに立ってるから。よけて。当たらない。必ずよけて、空間を見つけて。センサー。ただ問題があって、例えばコールを確認しようとか。下がバタバタする。ああいうのに障害物を進撃して、バタバタに調整しちゃった。こういう誤差が多い。そういうことは降りられない。時も。だからセンサーがあれば全て解決するわけだよ。だからやっぱりそれをちゃんと理解して操縦できる技術がないと難しい。じゃあ行こう。はい、じゃあ。で行ってみましょう。あ、じゃあちょっとリーさせようか。うわ。じゃあまずあのパイロンにまっすぐ行ってみるか。いいよ、いいよ、大丈夫。寒いよ、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 ね、すごいでしょ、すぐ傾く。もう、いいか、ね、だいぶ違うね、じゃん、今までの。あ、本当。インスパイアよりシビアだよね。あ、でも、ね、その感覚はある、ね、うん、パッていくよね、うん、インスパイア思ったんやんけ、好きでしょ、好きでしょ、うん、あ、でも短い方が上から、ただな、そうそう、そうなんだよね、上から押すからね、うん、こっちの方がいいだか、いいか、こっちの方がいいだか、やりやすい、どっちがいい、どっちもいい、どっちもいい、でもさ、長いスティックの方がさ、微調整するとき楽じゃない、スティック短いとさ、うんうんうん、微調整するとき早いよね、テコの原理でさ、はい、短いとやっぱりよりシビアになるよね。この長さっていうのは標準、標準、標準で、そうですね、ダイレクトにね、インスパイアって選ぶってたの、いやいや、インスパイアの方が長いんで、これインスパイアの方が長いんだ、長いです、なるほど、そうか、それで感覚がちゃう、あとこのスティックのさ、バネ自体も柔らかいんだよ、そのね、操作の邪魔にならないんですよ、例えばね、僕もマイクロドローンで撮影するけど、マイクロドローンで僕が撮影するときはバネ切ってるから、バネない状態でやってるから、あ、その方がより、より細かいシビアな操作できる、うんうん、ただ自分で完璧にニュートラルに戻せないと、うんうん、そうですね、ちっちゃ飛ばないからね、うん、難しいけどね、はい、うわ、帰ってきた、わーっていくよちょっとした動きですごい大きな、あのね、いや、感知してパイロンをね、障害物だと思って、パイロンに反応してるんや、急に避ける、マビックツールにはそれはないんですか、ないない、あちらも敏感という3がやってる、これはね、360度円形で見てるんですよ、マビックツールも同じでしょ、うん、あれはもうただこっちこっちとか視覚がいっぱいある、うん、これはもう完全360度だから、うん、バリアがあるんですね、そう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 、うん、そうか、バリア内に入っちゃうとなんか反応しちゃうんですよ、ミュウちゃんはね、うん、0と1の間コントロールできる、すごい、わかる、その俺がよくさ、動くか動かないかっていうところをよく見とけよって言ってたじゃない、その間をミュウちゃん結構やる、難しくはない、ミュウちゃん今まで以上に、こんなんてことはない、パパ、あれですね、若さのあれですね、ここにおじさんたち今みんな混乱して困ってる、あ、そう、あの敏感すぎて、敏感すぎてついていけないわけ、どう合わせていいか、もうみんなもう下手くそになったってショック受けてるみたいで、なるほどね、こんだけやってきたはずやのに、そうそうそう、2年も3年もやってんのにうまく飛ばせない、スランプに落ちてる人が今続出してるマビック3に買い替えが進んでいます、ね、9割買い替えました、おお、もうもう100、160人はマビック3になります、うん、とすると、はい、マビック2が値崩れしますな、しないですよ、しないですよ、しないですよ、いや、そうだったな、じゃあ判定しよう
悩みにしてみよう。まあ、セカンドカーで持っとくか。みんな。でもそういうこと。DJI 制って今後規制されたりしないですか？そうなのね。でもそれはできないでしょ。これあの国の委員会に入ってるんですよ。でそこ DJI が参加してるからね。DJI ジャパンですよね。うん、DJI ジャパンですわな。うん、意見言うてはりますよ、国に対して。ただなんかファームのアップデートのなんか時間が長いから余計な情報送ってんちゃうかっていう説が。まあまあそれはね、結構いい噂で。もう避けたね。だからこれさ、避けた時の動きが怖いんだよ。ワンって動くから。ほら。すごいでしょ。これは感知して避けたっていうことなの。感知して避けて避けて。勝手に避けて。次に動けてる。もうこれでやろうか。だから空撮の時はね、すごい邪魔なんですよ。だから僕らは仕事で撮影の時は切ってるけど、よっぴったりあれできるよ。できるけど、ただ絶対ぶつからないっていう技量がないとぶつかっちゃうから。そうだね。勝手に怖いよね。ワンって言ってる。本当や。一回切ってみる。みゆちゃん、ちょっとセンサーで避けたら違和感感じる？やっぱり勝手に動くから。どんぐらい変わるか。今オフだから、ぶつかるから。オフやからぶつかるだけや。なるほど。でもやると、すごい飛ばしやすい。で、あとここさ、建物に囲まれてるでしょ。うん、実はもうこの建物も感知してる。5、6メーターぐらいから感知するから。もう計算してはるわけですか。だからああいう動きするんだと思う。こっち避けると建物だしとか、うん、こいつなりに考えてる。悩んでるんだ。そうそう、賢いな。で、後ろが安全だって判断してると思う。うん、ただ急に動くからね。ただあれぐらい急に動かないと間に合わないから、いざという時はね。今売れ行きどんなもんだ。すごいです。すごいの。もう爆売れみたいですよ。爆売れ、はい。エラーが鳴りましたね。うん、違う、これね、センサーが反応してる。停止はしないけど、うん、アラームで教えてくれる。うん、でこれが聞いちるの。撮影してる。集中力が切れちゃう、これで。あんま親切なのも問題だよね。あ、でそれを切ることができないから音を、ね。そう、切れないんだよ。みゆちゃんどう、対面になった時にスティックの操作感覚とかある？鮮明の時と一緒、はい、ほとんどの人がね、対面になると操作感覚が変わる。そうね、私は絶対無理よ。右と左にめちゃくちゃ混乱する。度胸あんな、やっぱりみゆちゃん。度胸分かるけど、右とか言われたら絶対反対がある。もう一回反対行くか、右行くか。で、必ず右に移動するときは右って自分でも今後ね声出してきて、そうすると言った方向にスティック切るだけ。それを間違えちゃう、ね、結構左と思って左切っちゃう。未だに俺も仕事で飛ばしてるときに必ず対面だったときは一言言ってる、自分で右と左って声出しながらやった方がいいわけね。そうそうそう、いい、間違いない。どんなにベテランでも間違うから。そう、うん、うまいね。よし、一定だね。いいね、速度維持してるな。レディ1だね、完璧だね。クラブ設立間近いね。もうこの会長抜かせられないでしょ。特別講師決まったし。じゃあ声明に戻してみよう、最後で、パイロンの真上まで行って、で、パイロンの真上行ってみよう。今ちょっと機体がさ、左に3度ぐらい傾いてるの分かる？自分の体のこのラインとあの機体が平行になってるから一回見て、必ず水平垂直をピタッと合わせてから、ね、そうですね、 OK。 で、パイロンの真上3度で傾いてる。3度
大事なんですよ。これが3度傾いて 100m 前進したら向こう側で 15m 以上で、農薬散布してるのが全然ずれちゃう。そうか、全然関係ないけど、ね、OK、 じゃあ、うん、なんか簡単にやすやすと操縦されちゃうとな、うん、うまいな、やっぱな。そうか、俺も結構苦労したんだけどな。なんかスーッと普通に操作してるな、ヒロキ君もそうだけど、うん、感覚が早いんですね。 OKOK、うん、バッチリ、じゃあ変わるね、はい、バッチリ、ちょっと立つ、うん、じゃあ下ろします。じゃあ着陸します。これあとあの手でキャッチするとき、はい、手でキャッチするときあるじゃない、センサーがあの反応してると永遠とキャッチできる。そうです、例えば逃げていく、だから例えばだけど、たった目の高さに下ろしておいて、で横からゆっくり近づいて、ちょっと変わって、こういうやり方はある。なんか野生動物が、センサーがどうしても働いちゃう、というわけでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。じゃあ2人、あのみゆちゃんとひろきくん、一言ずつあの感想を、このマビック3の感想どうぞ。みゆちゃん楽勝だったね。ね、平気だね。こっちの方が好き。こっちの方がいいでしょ。ね、こっちの方がいい。いや、インスパイアが好きって言ってたから。あのね、贅沢なのが好き。高級志向だった。ひろきくんもこっちは好きでしょ。はい、こっちなんかフィーリング合ってたね。はい。本当ね、冗談抜きで結構みんな苦労してる。急に敏感になっちゃう。ただ空撮マシンというのは基本敏感なものです。で、産業用とか農業用ほど鈍重になってる。そういうもんだから。で、今までその自己流でやってる人があまりにも多くて、そのガバガバって動かすことがスタンダードになってるんだけど、これが一番の間違いで、ゆっくり動かすことが大前提だから。まずはね。産業用ドローンなんかもっとだからそれ。そんな産業用ドローンで、ただ農薬散布機なんかガバーなんてやったら5メーターぐらい滑ってて止まんないからね、うん、おっかないからね、というわけです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。それではそろそろ本日の時間、あ、中入りましょうか、はい、寒いからね、寒いから中入りましょう。持って写真撮る、はい、おかかずくん写真撮ってどうですか、軽くなりました。はいはいはい、ちょっと待ってね。